はい、こんにちは。小豆島の漁師ハモユとマダラちゃんです。今日はですね、1年ぶりにマナガツオ漁に行きたいと思います。まだね、取れる量は多分10匹いかないぐらいなんですけど、まああんまり多いと動画にしにくいということで、今の少ない段階ですが動画にさせていただきたいと思います。それじゃあお気にやっていきましょう。レッツゴー。それじゃエンジンをかけて出港していきましょう。魚群探知機を起動させて、レーダーも起動させます。で、はしごをしまって、ではしごはね、風で飛んじゃうことがあるので、くぐっておきます。めちゃくちゃ速いですね。まあ漁師ならこれぐらいはできて当然といったところです。で、雨が連日続いていて、この時7月の、まあ、下旬じゃない上旬だったんですが、ものすごくね、海がもう池ぐらい、抹茶色でした。で、いつも私はこのようにね、歌いながら行っております。はい、現場に到着しました。で、網やる準備はこのようにやっておりました。で、網やる時間がやってきたので網を入れていきたいと思います。この漁法はもうご存知の方多いと思いますが、流し刺し網漁のマナガツオ編でございます。サーラの網よりね、まだ少し長いんですよ。だから1500m 以上、高さが 30m あります。で、まあこれも一緒で、潮の流れに乗って流すから流し刺し網漁ですね。青灯台を入れて、で、受け、そして網をスタコラさっさと入れていきます。そしたらこの灯台をくくっていくんや。灯台じゃねえ、どんぶりやね。受け、浮くやつがあります。浮くやつを等間隔でつけていきます。こうすることによって浮きます。で、白色になって、黄色になって、緑になってっていう感じでね。で、網がやり終わりました。色を分けてるのは、まあ、何年使ったか分かるかとか、まあ、いろんな理由があります。で、最後に赤い灯台をつけて、それをやって網やりは終了です。以上。はい、網やり終わりました。3、40分ぐらいね、かかりました。今お尻をかいてました。まあそんなことはさておき、お腹が空いたのでご飯にしましょう。で、今日のご飯はね、スイカを持ってきたのでスイカにしたいと思います。まあ食べ出しなんですけどね、お腹が空いてちょくちょく食べてました。まあ、やり始めの方、だいたい1時間か1時間半ぐらい置いてからくろうかなと思います。だから7時ぐらい待ちましょう。あ、ちなみに僕、種はね、全部飲み込む派です。みんなもういちいちね、出せないです。お尻から出せばいいんですよ。お尻から出せばいいんだよ。はい、うまいスイカでした。ちなみにいっぱいね、汁がついてるので、汁は海水で洗いましょう。で、今日は背中の日だから懸垂もやっておきます。この揺れがね、いい刺激です。揺れがね、いやー、綺麗な夕焼けです。そろそろ黒、7時ぐらいになりました。はい、それじゃあ網を送り始めたいと思います。じゃあ丼の方に急いで駆け寄り、丼をあげます。丼というか灯台です。間違いまくりました。で、とほどいて、で、本線にくくります。本線にくくったら、これマナガツオをその締めるためのスポンジです。それと包丁、皆さんご存知ないか。あ、それでね、ホースを下ろして、ここから水を吸い込みます。で、エンジンの馬力を上げます。馬力を上げないとね、電気が足りなくなっちゃうんですよ。このエンジンにこの発電機みたいなのがついてて、それで発電しているもんですから。じゃあ網を、食っていきましょう。やった受けをこのどんどん回収していきます。で、回収してほどいて、で、ほどいたやつをここにかけると、そういった感じでずっと繰り返していくわけですね。で、何かやってきました。皆さんこれは何か分かりますか？え、そうですね、お化けみたい。はい、そういうことで、これはお化けクラゲと言います。まあ、正式名称はちょっと分からないんですけど、このようにお化けのように見えることからお化けクラゲとかね、まあ他にも言い方はあると思います。
でこれがね、臭くてね、すごい、あと手に当たると痛いです。で次、夏が旬のワタリガニがやってきました。夏が旬といってもね、実は冬の方が美味しいんですよ。でこれデコって言って、卵がもう外に出ちゃってる状態なんで、これは放流します。で最初に言った通り、やっぱね全然来ないんですよ。来ないし、おまけになんかカメラ持って行った時なおさら来ないんですよね。でお化けクラゲと、これがアジですね。青アジかな。いやもうね、サンタルチアをね全力で歌ってたから全然反応できなかったんですけど、なんとかマナガツオは1匹取れました。なんかね、彼はサンタルチアをね一生懸命歌ってたんですが、それで反応できなかったそうなんですが、マナガツオがやってきました。泳いでるとこ見たいでしょ、見たいでしょ。鬱陶しいですがね、泳いでるとこうなんかどうのこうのと言ってました。はい、じゃあマナガツオの泳いでる映像です。見てください、すっごい跳ねたでしょ、マナガツオ。おお、だからね、マナガツオってのっぺりとした顔してるんですけど、めちゃくちゃ泳ぐの早いんですよ。でパワーもすごいんです。でこのパワーがね、多分美味しさの源になってるんじゃないかなと思います。かなり珍しい映像だと思います。マナガツオは大概ね、大概っていうか、もう生かして持って帰ることができないんですよ。でマナガツオのその背骨を締めて、尻尾を締めて、でこれもサーラと同じように流水血抜きをします。流水血抜きをすることでね、血が固まらずに血が非常によく抜けます。で今何をしたかというとですね、GoPro ってその画面がねすぐ汚れちゃうんで、やっぱきれいにしないといけないということで、水で洗って頭のタオルでふきふきしたっていう映像です。で流水血抜きで血が抜けたら、氷水で冷やしておきます。これでバッチグーですね。で2匹目がやってきました。でスピードで泳いできて、この網にショーンと刺さるんです。で見てください、この綺麗な、また吹いてますね。で見てください、この綺麗な銀色、まさに銀色のやつですね。でこれも同じように締めます。でこの鱗がね結構剥がれやすいんですよね。だからお店で見るときとかは、多分かなりね銀色が剥がれてると思います。でこの映像はなんかただバグです。 GoPro ってよくバグるんですよ。で3匹目がやってきました。でこれも締めて、全部流水血抜きやっていきます。でこういったねワイヤーとか袋のゴミとかビニールゴミがやってくるので、これはね溜めてゴミに出します。なんか頭で拭いてるんで、なんか来たようですね。人手が来たっていうことで、ずっとね人手が綱なりになってやってきてます。まあ、なんで人手が来るかっていうと、網がちゃんとねその底をかいてるから人手がやってくるんですね。でこれが4匹目のマナガツオ、元気いいですね。でこれも締めて流水血抜き。こちらがマダイですね。マダイはお腹の中の空気を抜いて生かしておきます。お腹の中の空気を抜く理由は、お腹の中に空気が溜まってるんですよ。深いところから来るから圧でね、それを抜いてあげると泳ぎます。抜かないとお腹を上にしてプカプカ浮いた状態になり、死亡率が高くなるというわけです。でこれ5匹目4匹目ちょっとわからないけど、で、ワタリガニが来ました。で皆さん左手を見てください、右手か、なんかその止まってるんですよ。でおそらく他の漁師さんが取って、これ爪を固定して、でなんかの拍子に逃がしてしまったのか、まあ逃げたのか分かりませんが、そんな感じの珍しいワタリガニでした。でこちらがなんだっけ、エソで、これがホウボウでございます。ホウボウの特徴はね、グーグー鳴くことと、この綺麗な羽でございます。めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗から、ちょっと泳がしてみようと思います。うん、こんな感じで。でホウボウの名前の由来なんですがね、海底をホウボウとさまようことからホウボウと言います。でお化けクラゲがやってきました。で前はお化けクラゲをこうやってね一生懸命すごいてたんですよ。網を束にして、で構えてブジュ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 っていう感じでね、網からすごいてたんですね。で僕目線で見るとこんな感じです。
こうやってね結構ね楽そうに見えるんですけど、なかなかのパワーが必要です。結構硬いんですよ、ああ見えてね。で網も、終盤になり、終わりました。そしたら赤灯台を上げて、で赤灯台をかけてでまた拭いてで何してんだろうこれ。まあとりあえず掃除をします。船の掃除ですね。そしたらマナガツオが5匹という結果で終わりました。はい、じゃあ無事に釣り終わりました。たったのね5匹というですね、まあちょっと不甲斐ない結果には終わってしまったんですが、超高級魚なんで損はないっていうぐらいですね。でマナガツオってね、取れたらまあほぼっていうか絶対死ぬんですよね。多分生かしてる記録ってないと思うんですけど、生かせた記録っていうのが、これね取れたての生きた身がめちゃくちゃ美味しいんですよ。取れたてはもう漁師しか食べれないっていうことで、ちょっとね一匹おかずにしたいと思います。まあ当然一番ちっこいやつでね、まず鱗を落として、でもうねこのセミ側だけ、使います。あとはもう持って帰ります。で流して、どうしようかな、コラで切れ込み入れようか。んで真ん中まで行ったら、ずーっとで、まあ5枚おろしの要領でいきましょう。よし、5枚おろしだとね結構簡単にこうある程度綺麗にいけました。でここちょっと血合い棒ね、奥まで行き過ぎてたのでこれ落として、で当然これ持って帰ります。大事なおかずです。でマナガツオ、ここまで行って下まで行ったらもう皮をね、削いでいく、そげ切りみたいな感じで。よし、じゃあ5切れで、これも当然持って帰りますよ。でわさびで醤油をかけて、でちょっとかけすぎた醤油を、垂らして、はい、それじゃいただきます。いや息のねマナガツオはほんまにうまいから、じゃいただきます。大変うまさ。うん、普通魚って取れたてってあんまり甘みが少ないって言うじゃないですか。マナガツオは特別ですね。めちゃくちゃ甘いし、食感もあって、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。うん。じゃあ、ノンアルコールで乾杯。うん。いや、僕的にマナガツオは、取って、その日に食べるか、3日目が、美味しいと思います。次の日ってね、本当に味がガクンと落ちるんですよ。じゃああとは家に帰ってゆっくりといただきたいと思います。ごちそうさまでした。はい、皆様いかがだったでしょうか。マナガツオ漁、まあ5匹しかいなかったんですが、次の動画でね、マナガツオの美味しい料理動画を作りたいと思います。こうご期待してください。では、さよなら。バイバイ。